それでは次のコンシェルジュさんです。今日は興味のご出演になりますね。自己紹介から。はい、子育て真っ最中、企業ママの、モテテラボのメイと申します。はい、よろしくお願いします。よいしょ。さあどうぞ、今日は何をお話ししましょうか。はい、前回私はおしゃれコンサルの話をさせていただいたんですけれども、そうだった、おしゃれコンサルってね、はい、何っていうお話でしたね。そうなんです。おかげさまで後も、お問い合わせやお申し込みを、いただいておりまして、すごいすごい。で、実は私今2周年キャンペーンというのを、2周年ありがとうキャンペーンをさせていただいてます。おしゃれコンサルは今年の1月から始めたんですが、実はその前から、おてテラボの名前でいろいろ活動をさせていただいてまして、それがちょうど2年前の11月、これが私の起業の始まりなんですけれども、そうなんだ。そうなんです。おかげさまで2周年を迎えられましたので、これが2周年の2にちなんで、主要メニューがなんと、2000円引き。おそっからそうなんです。もうこれを機会にぜひ、例えばクリスマスとかのね、パーティーに呼ばれてるけど、お洋服どうしようかななんてお悩みの方には、ぜひ一度お問い合わせいただけたらなと思っております。すごくいいよねこの間の時もお話ししたけど、ほら、絶対自分で選べできないようなコーディネートをしていただいたりとか。そうです ね、 クローゼットの中もしてくださるんだもんね。そうなんです、ご要望によって。はい、もうお手持ちのものから、新しいもののご提案まで、もういろいろお客様に合わせてこちらでいろいろお伝えさせていただいてますね。それでその2年前に私がもともと始めたのは、実は全然違うベビーマッサージというものなんですね。あら、はい、地域でベビーマッサージのお教室を開いたのがスタートなんです。あ、そうなんだ。ベビーマッサージってご存知ですか？そういうマッサージがあるっていうことだけは聞いたことがある、はい、そうですね、マッサージなんですけれども、私はマッサージの先生なんですが、私は何かをするというわけではなくて、ベビーマッサージというのは、ママやパパと、赤ちゃんに来ていただいて、私がパパやママにそのマッサージの仕方を教えてあげる。ベビーマッサージというのは、その親子だったり の、 タッチコミュニケーション。そうなんですね。楽しいやり方があるよ、赤ちゃんの発達にいい触り方があるよ、気持ちがこもるにはこういう触り方があるよなっていうのをお伝えして、もう一緒に楽しんでもらう。そうなんですね。そこがもともとのスタートで、それからお会いしたママさんとかに、実は私ちょっと英語が話せるんですけれどいい、もっと堂々と言うことでもそれでよかったら教えてくれないなっていう声をいただいて、そこから、子育て英語というメソッドをちょっと勉強して、で英語も教えることになって、みーちゃんのオリジナル メソッドってことだよね。そうですね、すごいな、ありがたいです。でも私はもう英語を、話せるように教えるというのではなくて、やっぱりこのコミュニケーションの一つ、子育て英語というのは、親子でご参加いただいて、一緒に来ていただいたパパさんやママさんにも頑張って覚えてもらいます。そうなんで、それでお家に帰ってメイ先生がいなくても、お家で親子で生活の中に英語を取り入れて楽しんでもらう、これが子育て英語っていうものなんですね。なるほど。やっぱりでもママの手は魔法の手とかって昔から言うけどね、やっぱりパパとママがコミュニケーションするからこそ得られる効果とかっていうのもあるから。そうですね、やっぱりね、パパママにスキルを上げてもらうってことがすごく大事なんだろうね。本当にその通りで、なんか奥が深いねそうなんです。でもベビーマッサージをやっぱりずっとやっておくことで、実は私は次男が生まれた後に、ベビーマッサージを、体験して、とっても楽しくて、そのまま先生の資格だなんだと勉強して、こういう道に来たんですけれども、
まあ、それを勉強している時からずっと長男も、で今長男5歳になりましたが今月で、いまだにお風呂上がりにマッサージやってって自分のタオルを引いてこうって、かわいい、かわいいんです。そのお講座とかもやってらっしゃるの今も。そうですね。それはじゃあ、ホームページとかどこかフェイスブックとか見ると出てるんですか。はい、あのおててラボで見ていただくとよろしいかなと思います。来月以降、来年なんかもまた新しい場所での開催の声もいただいておりまして、素晴らしい、はい、皆さんにお会いできる機会がどんどん増えるかなと思ってます。引き出しの多いメジャーですねおかげさまで、ね、ぜひ皆さん検索して見てくださいませ。はい、はい、ありがとうございました。はい、以上でした。前半のコンシェルジュさんのコーナーでした。